おはようございます、おぎそです。今日の動画は夕食の下地に、油絵の具一発で描いてみたというものでございます。前にキャンバス、白いキャンバスに一発で描いてみたというのがあったんですが、それよりも一回塗っているので、私個人的にはこっちの方が圧倒的に描きやすいでございます。初めはアクリル絵の具、ジェッソの白と、あとアクリル絵の具の茶色とかを混ぜて、スポンジでポン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 叩いて、ちょっとザラつきのある、下地を作って、それを研磨して、その上に、一発で描いていったというものでございます。ぜひ人物の人の肌の描き方が苦手だという人、参考にしてみてください。どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。こういうふうに、まずですね、今回は、アクリル絵の具の絵の具がついてしまった、ジェッソと、ジェッソの白とアクリル絵の具の、茶色、ちょっと青混ぜたかな、というのを下地にしております。スポンジでポンポンポンと叩いて、紙やすりで、磨いて平滑にいたしました。この夕食下地の上に、油絵の具、ここからは一発で描いていきます。まずこれは完成油、ポピーオイルを塗っていってます。ちょっと筆が汚れていたんであれですけども、完成油だけ、ちょっと茶色とかを入れてます。ちょっと茶色とか絵の具を入れて、そしてこれよく拭き取って、ください。今回はよく拭き取る感じかもしれませんね。アクリル系の下地というのは吸収が完全に止まりますので、しっかり拭き取った方がいいです。僕は他の白味とかの場合は、ちょっと残すぐらい、なんていうのかな、その辺の微妙なニュアンスが難しいんですが、この動画中も少し出てきますが、ちょっと油が多すぎてまた途中で拭き取るプロセスが出てきます。で、今ちょっとこう顔の部分はスカンブルといって、ちょっと白っぽいのを混ぜながら、そうすると初めにこの線はアクリル絵の具で輪郭を描いておいたんですが、うっすらは残りますので、こういう風に描いてきました。でこうしバンといきなりも白乗せていくんですが、ちょっとっていう感じで、この絵の具は一回拭き取るんですね。要はちょっと油が多すぎたなと僕は思いました。もう一日で描くというか一発で描くという決めていたので、ちょっと油が多すぎるとこうやって拭き取りました。この辺ももうちょっともう一回やり直そうと。完璧には拭き取るんではなくて、ある程度拭き取って、周りもちょっと多すぎるぞということで、この辺の微調整はですね、やっぱ経験をある程度積んでくるとできると思いますが、ずるずる滑りすぎるようだったらば、かなり薄くしておいた方がいいかと思います。そして再チャレンジですね。で、どんと白を置いていきます。今回も一応学生さんがモデルをしてくれてますが、学生さんがこういう作家が好きですというのを聞いて、それに似たような画風で描いていっています。でちょっとその一発で描くということで、その学生さんが言うた作家さんではないんですが、フランス・ハルスっていう絵描きさんがいるんですね。レンブラントとほぼ同じ時代のオランダの作家さん、どっちかというとこう筆致をパパッとこう生かして描くような作家さんなんですが、僕は多分その後に印象派なんかにも影響を与えている一人かなと思っているんですが、ちょっとフランス・ハルスなんかの意識を私の中でしています。便利な時代ですね。当時はこういうアクリル絵の具みたいなのなかったので、その乾くのにもまた何日かかけてとかっていうプロセスを踏んでいたんでしょうね。下地の色ですね。で、真っ白のキャンバスに描いていくという動画も上げていますが、やっぱり僕は個人的にはこういうふうに、一つプロ下地の層を挟んである方が色が複雑にしやすいので、やっぱ楽ですね。私は圧倒的に楽ですね。もう白いキャンバスに直接描くというのは、これまだちょっと油が多すぎたんで拭き取りました。圧倒的にですね。でも使ってる絵の具は左上から白、もう一つ白あるんですが、左側が確かスタンドオイルで練ってる方かな、右側がちょっとどっちか忘れましたが、私はこうスタンドオイルとかポピーオイルで練り直します。
で白もシルバーホワイトとチタニウムホワイトを混ぜてます。でチタニウムホワイトっていうのはどっちかというと白さが強いで隠蔽力が強いっていうんですけども、一方シルバーホワイトっていうのは白さは若干弱いというか、でも固着力というのは強いというふうにされていますね。だからそれを両方混ぜ合わせてっていう絵の具を僕は作ります。絵の具会社の人こんなん作ってくれませんから、これまずいんですかね。まあこういうふうに僕はいつも混ぜ合わせます。で、ポピーオイルで練ってる方は薄塗り用、スタンドオイルで練ってる方は厚塗り用というふうにいつもこういうふうにしています。そして、右側の絵の具上から黒バーントシェンナトランス、松田さんでいうとトランスオキサイドレッド、草壁さんでいうとバーントシェンナトランス、その下が多分これウルトラマリンかな、青だと思います。その下カドミウムレッド、カドミウムイエロー、松田さんでいうとオーロライエロー。でこの黄土色みたいな色は多分、イエローオーカー、あ、なんとかオキサイドイエロー、まあ、なんかこう透明系の絵の具です。そしてコバルトバイオレットにこの青ですね。これフタロシアニンブルー系で松田さんの絵の具なんですけど、なんて言ったかな、すみません忘れました。まあとにかくフタロシアニンです。でサップグリーン、これ結局使いませんでしたが、で最後ブライトレッドライト、この後また2色ぐらい出てきますが、もうす絵の具の説明してたらもう一気に進んでますね。いいですよね。まだ2年生かな。素朴な感じがいいですね。学生さんがモデルをしてます。でちょっとこの青を僕は初めのうちにちょんちょんとこう足しておきました。要はこう寒色ですね、寒色系を少し入れていって、後からこう血を刺していくというか、赤みを刺していくような方法を取っていこうと思いました。でもうある程度一発でこう本当に唇とかグッと描いていってます。ちょっと細かいディティールみたいなのは少し見えにくいんですけど、また別の動画でディティールが分かりやすい動画とかも作りますが、ちょんちょんちょんとこう明るい色を塗っていっております。まあいろんな描き方をしていってますけども、まあ、やっぱりここなぜ茶色なんですかってよく聞かれるんですが、私は下地、私の考えですよ、もう全部これ私の考えなんで、もうアンチの人はノーって言うと思うんですけど、そういう方はぜひね自分で動画を作って自分の言いたいことを言っていただけたらいいんじゃないかなと思いますが、私は下地というのは上に塗る色が生きてくる色、または上に塗る色を殺さない、僕はこれ結構僕殺さないっていうのは大事かなと思ってます。だから茶色ってそんなにこう彩度も高くないの で昔はこの茶系が多かったんですね。昔というと印象派より前ですね。印象派は多分黄土色に近いようなイエローかみたいな色やと思うんです。ちょっと明るい、僕が見る限りだと下地の色とか美術館でずっと見るんですね。絵描きって面白い見方するんですよ。内容とかももちろん見ますが、どっちかというと気になるこうこの下地、この絵はどういうプロセスで描いていったのかなという見方をします。そういう見方を皆さん、こんだけ私が動画を作ってますので、これから美術館とかに行ったらこういうプロセスかもしれないな。また白をこうインパスと厚く塗ってますね。で、何の話だっけ、あ、茶色、茶色系っていうのはやっぱり安かった、安価だったんで、初めにこうインプリマトゥーラって言って、まあ吸収性のある支持体、エマルジョン地という、要はベネチア派以降のキャンバスですね。もう若干の吸収があるんで、ある程度少しこう初めに一層塗らなきゃいけなかった。ルーベンスなんかはグレーっていう風に本にも書いてあったりしましたが、ちょっとその辺がはっきりグレーとか茶色とかっていう風に多分分けてたわけじゃないと思うんですけれども、おそらく安価な安い絵の具をある程度初めに濃淡をつけるため、下地の吸収を止めるために使用したんだと思います。わあ疲れたすいません。でちょっとずつ、細かいディティールを描いていっております。で、まあ細かいディティールを
描いていくときも、このワンチンというね、要は向こう側と手前側に、木を渡しておいて、そこの上に、木を箸のように渡しておいています。これ本当にワンチンってね、めちゃくちゃ描くの早くなりますよ。ストレスがなくなりますよね。画面に手がつかないという。でこれは本当おすすめです。どっかの動画でも言うてますが、僕は箱を作ってます。箱状のものを作って、それにワンチン、どこで言ってたかな、3色で描いた ポルトガルのサンチャゴでコンポステーラなのかな、なんかコメント欄でこれ助かりましたって言われたので、もしかしてそこかもしれません。グググググッと目を描きましたね。まあ黒を僕は使ったりもします。まあ黒を使わないという人もいていいと思うんですね。で印象派っていうのは黒を使わないんですよね。で今も日本の教育の中で黒を使うなっていうふうに、言われたりすることもあると思うんですけども、まあ描きたい絵によりけりやと思うんですけどね、描きたい絵がガッと黒を使いたいという絵やったら黒を使えばいいと思いますし、印象派みたいに柔らかい絵を描きたいぞという人は黒を思い切ってやめてみて描くのも一つの手かなと思います。黒田清輝先生の教えが脈々と日本にはあって、その一部一部がこう解釈として、捉えられてですね、だから黒を使っちゃいけないというふうに、今から20年ぐらい前は言われたんですっていう学生さんも結構いました。でそれはね、描く絵によりけりだと思います。黒田清輝に思いっきり反発した絵描きさんがいるわけですね。フランスで大成功しました、藤田嗣治、レオナルド藤田ですね、藤田はもう黒使ってますよね、輪郭線に。あれは黒田清輝への反発でございますよね、っていうふうにも言われてたりもします。もちろんね、向こうでこう日本画的な線を引くということで、ね、大ブレイクするわけですよね。一時は本当に北野武さんの次に有名な日本人って、その後は中田英寿さんになったりとかですね、本田圭佑さんだったりするのかな、わかんないけど、本当に、ずっと長らくフランスでは有名な日本人として、レオナルド藤田ですね、はいました。最後は回収して向こうの永住権を取るんですけどもね、面白いですよね。藤田の話なんかも面白いというか、今福岡市美術館でやってるのかな、見に行こうかな。面白い話があって、国吉康夫という絵描きさんがいるんですけども、この人はアメリカで非常に有名になった絵描きさんです。確かですね、16歳ぐらいでフランスに移住して、今叩き譜でやばい脱線が始まったぞ、移住してるんですね。で向こうで、本当にもう苦しみながら絵描きをして、大成していくんですね。で戦争中に、藤田は日本のですね、あれですね、何がっていう、すいません急にど忘れしました。戦争の絵を描いて、まあ、日本の戦地でこんな風に戦っているというような絵を描いた、まあ、それによって、ディティールをですね、目をちょんともう一回スローで目をちょんと、やばいな、全然やばい、脱線始まったな、描いて、まあなんていうか戦犯的に扱われたから、日本ではなかなかこう厳しくなったっていうかですね、批判もあったんですね。でアメリカで大きな個展をするときに、戦後ですけども、アメリカのどこの美術館だったかちょっと今パッと分かりませんが、そしたらアメリカの個展会場に、その国吉康夫とベン・シャーンが個展の初日に美術館の前で待ってたという、お前は戦争に加担しただろうみたいな感じかもしれませんよね。でも藤田が描いた絵ってすごくこう、実際はものすごく戦争の、辛い部分だったり悲しい部分っていうか、あっそう玉砕でしたっけ、わしまった合ってるかな、ちょっとこう画像を載せておきますが、を描いていたので、なんていうか、日本が絶好調だぜっていうような絵ではなかったんですね、っていうのがありますね。脱線してしまったな。
そしてディティールを少しずつ描いていっております。まだちょっと血色が少し悪いんですが、生乾きの状態でも少し下地的な色を塗っていっているという感覚かもしれませんね。ちょっとそのさっきの藤田の話とか間違いがあるかもしれません。突然思い出して喋ったのですみません。皆さんちょっと面白いので調べてみてください。でちょっとずつちょっとずつ画面全面を描いていってます。まあこの周りはこれわざと茶色塗り残してます。まあ学生さんたちの授業中にこれ描いているので、一発で描いているというのを見せるためにこれ載せてます。で少しずつ少しずつ、描くというのとプラス下の絵の具をちょっとずつ動かすような感覚で描いていきます。そしてまた明かりのボンと乗せですね。あで右上のあそっかこれ写真が入ってたら 見えへんかごめんなさいね。コバルトグリーンペールという色をちょっと使い出してます。赤もクリムソンレイキという絵の具を出したんですがちょっとこう固まってしまってました。少しずつ少しずつ本当に、ちょんちょんちょん丁寧に丁寧に大胆な筆致と丁寧に描いていく部分っていうのを使い分けてみようかなと思いました。まあ細い面相筆とかを使いながらですね、眉毛を描くとぐっとらしくなってきますよね。絵描きさんの人生って本当面白いですよね。いろんな人生。私もね、大学辞めたら言えないこともいっぱいこの15年ぐらいあるので、いつか言いたいなと思いますが、もちろんね、守秘義務があるので言っちゃいけないことは言わないですが、やっぱりこう学生さん自身もすごい変わってきたなというふうに思いますもんね。で髪の毛も描いていっています。まあ、こういうのを見てると石膏デッサンの動画をこの前か後ぐらいに上げたか上げてないかわからないですが似てますもんね。もうちょっとかな、こうかなあかなっていう試行錯誤のプロセスがまっすぐ出来上がるわけじゃないですもんね。こうかなあかながあってちょっとずつこう良くなっていくというかですね、自分のこう理想であるとかっていうのをこう脳みその中で問答していくというか、視覚と脳みその中でこうもうちょっと赤い方がいいかな、もうちょっと白い方がいいかな、もうちょっと形はこうかな、今ちょっと赤みを入れ出してますね。ちょっと赤みを入れ出して、血色を強くしていっている感じでございます。なんかそういうのがこういうのとかもすごくこう似てます。で、最後ここから45分描きましたかな、合計で2時間弱やったと思いますが、こんな風に書いてきました。まあ、ね、学生さん頭混乱しますね。自分の絵も書いてるんですが、小木曽先生が今日何やるんやろうっていう、感じで、まあ僕はそんな細々ああしろこうしろって言わずに、僕は淡々とこれを動画を作りながらたまにちょろっと見ていって、ね、いいですねぐらいの感じしか言いませんが、面白い課題だと思いませんか。こう2週間に1枚描いていくんですけどね、自由に描いていいよと。ただこう同級生やこう受講している学生さんの写真を撮ってそれを元に描いています。本当は本物を見て描いた方がいいんですが、ね、自宅で受けている学生もいるんですよ。要はオンライン授業と対面授業の、政府の言うハイブリッド型なんですよこれ。だからこういうことしかできないんですね。で写真だったらデータを送ってそれをプリントアウトして使ってくださいねっていう感じで言えますんで、難しいでしょうね、大変でしょう大学の先生もね。でちょっとずつちょっとずつ、やっぱりどうしても対面、こういう実技系は実際に見て、こういうのも動画作ってるのも在宅の子にこういうのやったよっていうのを見せるために作っています。だから2倍3倍の労力にはなってます。まあでも致し方ないかなっていうのと、こういうのはアーカイブって言って、要はデータとして残るので、消したい時消しますしね、残るので、次年度以降も使えますし、皆さんがね大学生気分を味わえるのならば、青春を取り戻したような気分をおっと思い切ってここで大胆にブルーを塗ってみました。なんでって言われると困るんですが、
もう理由は単純にかっこよさそうだからぐらいです。意図的にですね、人間の方はどっちかというとヒッチがなくなってきているので、ヒッチを残した、そして、ブルーをガンとぶつけることによって、なんかかっこいいじゃないですか。まあ、ただそれだけですね、なかなか機械にはできないようなですね、思いつきひらめきでございます。そして髪の毛を最後の方に描いていって、完成に向かっていきましたね。髪の毛のディティールを少しお見せいたします。ひょろ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 、要は濡れてる上に、線で描いて、この筆毛先を切ってあるんですね。これはどこの動画で言ったかな、山切りカットにしています。名村さんごめんなさい。まつ毛を描いていっております。髪の毛を描いていっております。ね、だいぶ1日で一発で早く描けというふうに言うてるわけじゃないですよ。僕は基本的にはもっと構造、絵の具の構造を作っていかれた方がいいですよ派ですので、まだちょっとインパスと、もしかしてもう一回、突然この絵描くかもしれないので、こういうふうに描いていきました。チュッ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 と絵の具を動かすようにですね、ヒュヒュヒュ、わかりますか、塗ってある絵の具を動かしておるんですね。そしてここも大胆なヒッチ、絵の具をボーンと乗せておこうかなと思いました。以上、こんな感じでございます。いかがだったでしょうか。一発で描いた、かっこ下地ありでございます。ちょっと叩き筆で微調整して本日は終わります。本日もご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。どうでしたか。非常に筆さばきなど参考になるのではないでしょうか。なっていただければ幸いでございます。感想等いただけたら大変ありがたく思います。また何かこんなものを描いてほしいというリクエストがありましたら、ぜひお待ちしております。それではまた、さようなら。